デード軍はアメリカ合衆国ジョージア州の北西宮に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は16,633人であり、2000年の15,154人から9.8%増加した。軍庁所在地はトレントンであり、同軍で人口最大の都市でもある。デード軍はテネシー州にまたがるチャタヌーが大都市圏に属している。 1860年、デード軍はジョージア州ばかりでなく、アメリカ合衆国からも脱退したが、その脱退は法的な効力を持つことはなかった。1945年、軍は象徴的なことながら、ジョージア州並びにアメリカ合衆国に再加盟した。デード軍は1837年に設立され、軍名は1835年12月に、セミノール族インディアンによる、 デイド虐殺で殺されたフランシス・ラングホーン、デード少佐にちなんで名付けられた。軍最初の開拓者は、ジョージアの土地抽選で当選した者たちであり、コークスと石炭の鉱山に来て働いた。デード軍に州内の道路が繋がったのは、州が1939年にクラウドランドキャニオンを購入した時だった。それまでは、アラバマ州とテネシー州からのみ軍内に入る道があった。 1955年にカリフォルニア州で設立されたコブナントカレッジは、その1年後に新しい施設に拡張する必要が生じた。数人の教授がカレッジをミズーリ州セントルイスに移転するために働き、そこで8年間成長していたが、さらに1964年、その施設に比して大きくなりすぎ、ルックアートマウンテンに移転した。デイド軍は、 南北戦争の時に短期間だったが州からの分離運動が起こった。デード軍はアメリカ合衆国からの脱退を望んだが、ジョージア州は慎重だった。伝説によれば、1860年、軍民は州が合衆国から脱退するのを待ちきれず、単純に自分たちだけで脱退した。1945年7月4日、 デード軍が合衆国に再加盟することを祝うハリー・エストルーマン大統領からの電報が読み上げられた。しかし、歴史家はデード軍がジョージア州と共に脱退し、州と共に再加盟したと考えている。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は174.16平方マイルであり、このうち陸地173.98平方マイル。 水域は0.18平方マイルで、水域率は0.10%である。クラウドランドキャニオン州立公園周間高速道路、アメリカ国道ジョージア州道以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ジョージア州4分の1ドル効果、デード群が入っていない、ジョージア州4分の1ドル効果が発行されてから間もなく、その明らかなミスに関して、 デード軍が注目された。この効果の図柄にあるジョージア州の輪郭が北西宮にあるデード軍を外した形になっていた。デード軍がジョージア州から脱退したこともあり、意図的に外されたという意見もあった。デード軍はテネシー川流域開発校舎の作った日カジャックダムでできた日カジャック湖のすぐ南にある。ラニア湖やアラトゥーナ湖の水を使っているアトランタ氏は、 その水量を補うために日課ジャック湖の水も望んだ。ジョージア州の政治家はテネシー・ジョージア宗教が欠陥のあった1818 18年の測量に基づいて引かれており、ジョージア州の北宗教をテネシー側のすぐ手前にしてしまったので、これを変えたいと望んだ。ありがとうございます。